ホーム北三塚海道駅は茨城県上総市愛の山地にある関東鉄道上総線の駅。当駅は上総市の中心市街地の北側に位置する。単式ホーム一面一線を有する地上駅で無人駅である。パスも簡易改札機設置。駅で入り口は車椅子対応。2018年度の1日平均乗車人員は230人である。 近年の1日平均乗車人員の推移は下記の通り。東駅周辺はより停車本数の多い一駅となりの三津街道駅の駅税券にも含まれており、なおかつ三津街道市街地にもほど近いこともあって利用は少ない。朝夕の通学時間帯には三津街道駅から駅員が派遣され改札などの業務を行うこともある。駅周辺は東西ともに 住宅街となっている。駅西側は、1969年から1970年にかけて森下土地区画整理事業により造成された住宅街となっており、それに合わせて区画整理地内に新設された経緯から、駅舎、広場ともに西側に存在する。商店は、駅から少し離れたところに点在しており、ロードサイド型が多い。毎年8月に行われる。 上層絹川花火大会の会場は当駅が最寄りとなっており、普段は利用の少ない当駅も開催時間前後は観客で賑わう。一方で停車本数の多い一駅隣の三つ街道駅の利用も多い。注車区店、ありがとうございます。